ねえねえ、あんたさ、あと3分でさ、タクシー来るよって言うとんのにさ、お前さ、うちがさ、身の昼全員つけてあげたんだよ。ありがとう。お前さ、違うんです、シーツくんの応援してて、何もやってないやんか。はい、というわけで沖縄に来てまーす。イエーイ、海中海中。はい、なんで沖縄にいるかと言いますと、うん、昨日ね、うん、沖縄コレクションに出させていただいて、ユーピーマンさんはオカマコレクションに、はい、一人で出てて、はい、沖縄ではなかったので、うん、間違えて来ちゃいました。そうで、はい、せっかく沖縄に来たということで、うちらで最後の夏を楽しもうと思いまして、遠泊しまーす。うちらの、これでうちらの夏終わりってことだよね。そう、9月後半に夏延長とかやってるやつもいない。で、そしたらうちらの秋が始まる。え、そうだよ、だからホラーナイトは秋、あれは、うん、あそこから秋。えやばい、もう出演間近じゃない緊張してきた、気持ち整えないと。ラララララシャリラシャリラ。ありがとうございます。ほんで、昨日沖縄コレクションでちょっとね、遊びに行ってたので、夜はい、ご飯食べたりね、はい、で、今日はもう3時なんですけど、夕方の、はい、今からマリンアクティビティに行きたいと思います。イエーイ。人生初、一番初めて、バナボとか、バナボとか、バナボとか、なんかそのそっち系の激しい系をちょっとやりたいと思いまして、お水着を仕込んでたりしてるんですけど、結構マジで海舐めない方がいいよ。ダメダメ。てか、なんか本当に今日なんかインストラクターみたいな感じ。わかる、海を全部知ってる人みたいな感じ。てかさ、絶対もうタクシー、マジタクシー遅刻してるタクシーが7分遅れてる。最初の予定より。昨日さ、個室のカラオケバー行って、そしたら沖縄のピーマンの友達が倖田來未のファンで、で、私カラオケで倖田來未を歌えたことがなかったの。コアなやつね。そう、コアなやつうちめっちゃ好きで、で、コアなやつをやっぱ知ってる人が少なくて、確かに、ね、そしたらそのピーマンの友達が知ってて、しかもめっちゃファン。そう、メドレーを7曲歌いました。やばすぎ。しかもなんかどっちの方が食うの歌知ってるか対決とか始めて超だるかったです。驚きの1時間半歌ってました。ライブやん。やっぱ今までのさ、食べてたものが爆発しちゃって、今まではキューティーハニーとか恋のつぼみとか、みんなが知ってるような歌しかやっぱ食うを歌えなかったけど、そうそうそう、それを披露してくれてたんだけど、今回はね、そう、気づいたら一人帰ってましたからね、もう。そうなの。そうだよ、だから声がガスガスなんですけど、うん、てかさ、ピーマン何も準備してないでしょ、まだ。海ってでも体だけあればいけるから。もう絶対60分。でもいいんじゃないそれで。だからそうですけど、でもこれだったらドンキで水着を調達しないといけないから、早く準備して。じゃあ、まあ、準備できてんの。どこが。ガチで。でもホテル最高なの、ピーマンが買ってくれたけど。今この状況で。どこが。モザイクよろしくね。ほぼ全然モザイク。ほら、本当に最初に撮ってけばよかった。それはそう、悔しんじ。でもなんかさ、ジャック曇りなんだけど。あ、行こう行こう行こう。ひらがなめ買う。え、あんたさ、ひらがなめ2個ぐらい持ってってったやん。ほら、今から始まるんだよ。マジでさ、あいつさ、昨日のさ、居酒屋もそうだけどさ、出るってなってから準備始まるんだよ。ほらね、30秒奪った人ってこと。うん、これがさ、本当に何か知りたいんだけど、私は。これ本当にね、マジで、多分こうやって見たら、マジ美術館 Vlog だよ。メッセージ整形。沖縄の気温。てかマジさ、昨日のあの海のアクティビティでさ、でてか待って、弱寒じゃない？え、嘘でしょ？いや違う、これ海入ったって考えたら。あ、そういうこと。確かに。そうなの、これやばい。いや、もっとジメジメのドロドロに熱くないと。待って。待って、あの雲やばいかも。ねえ。ああいうの来たら終わりなイメージ。ちょっと待って。ねえ、怖い。うわ、待って。あれじゃない？うちらの。うちらのあれ？うちらのセラピストあれ。待って。ちょっと怖くなってきたし、誰に乗るって今から。ジョーラボーイ、すごいジョーラボーイスがめっちゃいる。ジョーラボーイズってウォーターボーイズ。はい、みんな行くよ。いやー、待って、緊張してきた。ちょっと待って、本当に怖いかも。いや、終わり。結構メインに近くて。乗ります。待って、やばいかも、もう。ちょっと待って、やばいから。怖い。やばい、待って、やばい、始まってる。やばい、待って、やばい、やばい、やばい、何もできたんだ。
一番プスだ。タイミングでありがとうね。今から激しくなるそう。はい、やばいよ。もう急展開だよ。しかももう手がもうぬるぬるでやばい。お兄さんもいじめすぎ。え、もう北海道とか着きました。まだ沖縄とか長旅あったよね。マジやばい。移動全部これでやりたいぐらい。よし頑張るよみんな。いや怖い、どうしよう。いや待って、結構やばい、もう足ついてるずっと。あ待って、やばい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 、やばい、やばい、なんでしかも、うわ。YouTuber 魂絶対面白い動画を。やばいやばいやばい、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 こっちこっち回るの、やばい、やばい、どう落ちる、どう落ちる、どう落ちる、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 落海の妖怪バッタン、面白すぎる、何これ。ちょっと待って、なんか体から液体という液体出てる全部。魚50万匹死んだ絶対。誰、終わりました。うちマジで海の中で一回全裸になったらね。ちなみに言うとよう来たね、そっから。ほんまにビジュアルやばい、やばい、やばい、マジでも最高だった。わかる、マジ楽しかった、やばい。なんか他の見りたくなっちゃったね。わかる、あれやりたいもん、あの浮くやつ、あれ。てか生きて帰っていることが奇跡。幸せ、結構何回か深刻した、覚悟した、覚悟した。わかる、ハピはもうほぼなんか事故だった。ほんまにしよう、覚悟した。こういうの体験することで日々のありがたみ。ああいうのさ、あの持つやつほんまにみんなちゃんと持ちや。手とか入れたらわかんだ、あれ。こう持つ、離すときは離す、もう諦める。それ大事。ちょっと透けてる。ありえるじゃない、もうありえなすぎ。何回お兄さんに見せたと思ったんのうち。ちょっと透けてるやん。というわけでマリンアクティビティでした。いやー楽しかった。ほら晴れたよみんな。よかった。本当に沖縄の人たち申し訳ございません。海を汚しました、私たちが。海を汚しました、妖怪たちが。エリアン、てかマジでマイナスプロモーション。今のは売り上げ10万本増減減。増減減増減減なんですか。技の名前みたいな。マジで500キロぐらいはカロリー消化した。うちら一回空飛んだよね。え、マジ空飛んだ、普通に体感5秒ぐらい空中いた時あったよね。え、マジで空飛んだし、何回もマジアリエルになった。マジであの瞬間おもろすぎておしっこ漏れそうだった。震えたと思って。アリエルってあんな重過労働してんの。いや、そうだね。その口やめれる、本当に。そうだってさ、笑い我慢してる時のさ、顔めっちゃおもろいんだよ。ずるいからやめてほしい。今だけ結構今だけ結構ここら辺もやばい。知らねえから。マジで彼氏と絶対来ない方がいいナンバーワンスポーツ。それはそう。俺だと有名なYouTuber なんです。あ、YouTuber なんだ。
そうなんです。アールフリップ撮影してる。あ、そうなんです。え、でも見たことある。え、このこの顔それ多分海の中でなんか多分浮いてる。インスタと待って、インスタと全然違うから。違う、だとしたらもうインスタ消した方がいい絶対だとしたらマイナスすぎる。こちらを見ててこれが難しい。違う店の間違いじゃない。もうえ入らない、うん、はい、というわけでマリンスポーツでした。沖縄大好き。どんな顔で見とんの。自分も大概やん。それな、なんか被害者みたいな顔しやん。これで、はい、おしまい。これで、こう。これは、これはこう。ごめん。リーゼントみたいになってるよ。髪の長さがないから、落ちてこないから。めっちゃ浮いてる。全員個性ありすぎて矢島美容室やから。いや、矢島美容室これやろ、これサムネ、サムネにある。ファビダンス。なんかこういうセレブいそう。え、うちサングラスかけたらマジこういうセレブいるよ。セックス&ザ・シティのなんか世界観ある。うわ、やばい。もう占いとかしてきて。はい、というわけでマリンスポーツ終わりまして、シャワー浴びたので一回ホテルに戻ってドライヤーして行きたいと思います。疲れちゃった。ホテルに帰る前に卵焼き専門店、何だっけ。卵、あ、でも卵のお店だよね。卵スパムおにぎりみたいがあるんだよね、の専門店、なんか有名なお店らしいのがあったので、ちょっとそれを大好き、スパムのおにぎり、テイクアウトしていきたいと思います。国際通りに寄って帰ります。あ、これだ。あ、美味しそう。めっちゃ並んでる。え、これじゃなくね。調べてみて、さっきの。あ、こちらでした。え、美味しそう。うわ、すごい、すごい、分厚。クリーム卵スープやばそうじゃない。やばそう。スパム4枚とかできない。お前どんだけスパム好きやねん。卵メインなんだって。スパムが。え、なんかさ、昨日さ、ムクとの話したの、ピーマンのさ、ツイートでさ、なんか本当に絶対やらないけど、名刺作ろっかなみたいなさ、ツイートあったじゃん。あれ、めちゃくちゃ面白すぎて、うちが言っても絶対面白くないもん、そんなツイート。わかる、なんかピーマンが言うと、なんか想像できちゃって。そう、めちゃくちゃ面白いの。本気で名刺作りたくて、普通にツイートしたら、なんか大喜利大会みたいになってて、リプラン見た。見てない。ひどいの、マジで。何書いたらいいかなって。なんか、口座番号書けばとか、構え最高ですとか、なんかもうみんないじられてて、結構ガチで聞いてたのに、何も参考になりませんでした。ガチで聞いたんだ、キャッチコピーみたいなね。そうか。じゃあキャッチコピー考えるのは何？ユーピーマン。なんか普通にもシンプルに史上最悪ユーピーマンとか。史上最悪のオカマ。そんな名刺捨ててしまえじゃないって言うんだよ。マイナスイメージでしかない。確かに名刺っていいものだよね。じゃああれしようよ、一人ずつ四文字熟語で当てはめよう。あーね、ピーマンだから史上最悪じゃない。四文字史上最強。今日、恐怖の今日。あ、いいね、いいじゃん、いいじゃん、それ史上最強じゃない。元気界隈。界隈なの、ウケる。界隈ってなんだよ。確かに一人に対して界隈。元気代表とか、そこまでいかない。え、代表界隈に界隈界隈女子代表。女子代表までやっていいの、うち重責任。元気女子でよくない。元気女子でいいかも。今日はマジ4文字じゃ無理。ちょっと待って、なんか日本が生んだワールドワイドミラクルオカマって感じ。口に大きいに男女って書いてある。広大なんにょみたいな。広大なんにょ、なんにょみたいな。新しいの作っちゃうっていう。国際規模。なんかトナだけ8文字って作りたい。国際規模なんちゃらかんちゃらみたいな。はい、というわけでホテルに戻っていきましょう。マジやばいよ、雲とか。なんか普通になんか何かが始まりそうなぐらいの空。小声で言うんじゃねえ。早くスパム食べよう。いただこう、スパム。え、やばい。やば、ご飯ほぼないよ、もはや。見して、見してじゃない、見て。ダイエット食ぐらい。え、なにこれ、すごい。感動。やばい。痛っ。うわ、痛そう。待って、これめっちゃ痛そう。あ、じゃあ食べてあげる。いただきます。いただきます。いただきます。肘かといきます。あご。やばい。え、やばい。スパムもやばいし、卵もやばいよね。うんま。大好き。やっぱ4個買っておけばよかった。4個は多すぎ。
究極に朝から何も食べてなくて辛いのっていうのが感動、うん、そう、マリンスポーツだったのね、てか衝撃、よう食べないで生きてくれたね。なんか部活して全然お腹もつかなかった最初。マネージャーさんが作ってくれた差し入れ感、でもこのボリュームでさ、うん、安くない400円とかだっけ、うん、うん、え、待って、やばいんだけど、ね、おいしい。これさ、卵焼くのも買いたかった。わかる、うん、卵めっちゃうまい。もう一回食いたいね、うん、帰る前に。ワンチャンありだよね、もう一回、うん、国際通りにあったからすぐ帰るまでね。おもろい。違う国の子供たちが集められた番組でコミュニケーション取らされてる、うちら。うちどこな、ピーマンとかはそのアメリカの男の子じゃん。今日はどこだと思う。でもなんか結構森系から来てそう。ジャングルモチベとか。どこだよ。いや絶対上海とか。あ、いいね、わかる、そっち系。海外行きたいね、そろそろ、うん、行きたい。しかも割と遠めな。でもうちらさ、10月韓国じゃん。え、そうなの。え、絶対覚えて大丈夫なの。何日。え、ガチ怖い、何。え、本当に言ってる。本当に何言ってる。いつ言ってた、そんな。絶対おらんときにやってた。え、大阪行った帰りますよ。焼肉食べとるときに決めたじゃん。あ、そうなの、楽しみ。マイバースデー。てか分かった、うん、今この誕生日かぶってるでしょ。え、マジで。韓国って書いてあったけど誰と行くんやろうって思ってたかも。結構嬉しい、あんたたちやったの。やばい、スパムマジ50枚ぐらい入れてほしかった。大好き、結婚したい。とかどう。恐怖。やっぱり世界最強。世界最強、かっこ怖い方、史上最強か。なんかうちあんまり旅行で東京帰りたくないって思ったことないの、うん、そろそろ東京帰りてぇなみたいな。マジってなるの最後。疲れてとか、うんうん、家の方がいいなとか。沖縄初めて東京帰りたくないって思った。ちょっとわかる。てか人があったかいよね。ね、みんな優しい、温厚。だってマリンスポーツのお兄さんとかやばい。感触優しかった、うん、感触。マヤズ56個目、おかわりください。お願いします。でもタクシーの運転手みんないい人、うんうん、ちょっとあの時間絶対間に合わないみたいな時間にさ、うん、できればこの時間に着きたくてみたいな時ってさ、無理ですよって大体の人言うじゃん、うん、ちょっと間に合わないですねそれはみたいな。こっちの人は、はぁって頑張る。ちょっと嫌がってるよ、それ。嫌がったか。でも本当にいい人、なんかみんな。なんか先週から友達だったっけぐらいの感じ。あ、わかる。初めまして感なかった。あの海の人とか特に。わかる。そう、マリンスポーツだって惚れてたもん、私に。ん？逆に？ん？あんたが惚れたやろ。うん、でなんか普通にうちのなんか結構ポロリとかしちゃったもんね。終わった後に、あんためっちゃ見えとってよってエナピに言われたもん。だから多分モザイクだらけあれ。顔もお願いね。もうなんないぞ。チンよりほぼ顔がやばい。どっちかといえば規制かかると思うよ、この動画。マジで本当に？18歳以上ですかって。じゃあ今から軽く準備してご飯食べに行きます。ほら、ラブちゃんたちご飯行くよ。せーの、ラブタンズです。せーの、ラブタンズです。ね、ご飯屋さんうちが調べたとこに決まったよね。せーの、ラブタンズです。あとは2人が動くだけなの。せーの、ラブタンズです。タクシー呼んでもいいってこと。せーの、ラブタンズです。もう意外にしてノイローゼになりそう。今は8時22分。いや、本当に沖縄2日目だよ。じゃあだってさ、なんでもなく空いてんの。さっきさ、明日帰るんだよ。じゃあなんでさ、ね、じゃあなんでさ、さっきさ、あんなにさ、でっかいさ、卵食べたのにさ、お腹空いてんの。うん、あれ何時の話か覚えてる。何時夜。3時間ぐらい経ってるよ、あれから。絶対それはないって。経ってる、絶対。絶対経ってない、絶対経ってないよね。絶対経ってる、早く行こう。せーの、パブタンズです。なんでお前やねん。お前が、こいつ忘れてる。なんか待って、えなこ、まず一旦さ、ドライヤーかけてこや。いや、大丈夫、もうこのまま行ける。え、だやめた方がいいよ、そういうの。え、ね、全然濡れとるし、あんた。髪の毛の気持ち考えたわかる。普通にさ、なんか髪の毛の気持ちまでちゃんと考えてあげんとさ、普通に習ったやろ、どうとか。ここに来たらもう乾いちゃってたんだもん。え、なんかさ、沖縄モデルから女優へ、女優から YouTuber へ、バプタンズです。はい、もうダメです。ねえ、早くご飯食べ行こう。無理。多分めっちゃグロいと思うよ。気持ち悪すぎる。ねえ、ベッドに、ねえ待って、ほんとバカじゃないの、あんたたち。ここ沖縄やよ。ベッドに入って何してんの。モデルから女優へ。マジもったいない。女優と見せかけて。ちょっと待って、お前や一番最初に寝始めたの。マジでそういうの。え、で、うちらが、あ、じゃあもううちらもちょっとゴロゴロしようって言ったら、お前が起き始めて、なんの。しかも仮眠してるから元気なだけやろ。わかる。で、仮眠したからお腹も空いて。はい、審議です。あんたが悪くない。審議です。とは一緒に見たと思うけど、この時短も寝てました。いやいや、寝てないから。
さっき寝てました。寝てないから。そう、寝てました。おじさん寝てましたよ。私あの意識あったんで、で、あなたがピーマン見てって言ったのも全部聞こえてました。いや、おじさん寝てましたし。せーの、バブタン早くご飯食べ行こう。じゃ、分かった。一旦さ、寝るとかなしね。違う、なんか一旦温まりたい。ねえねえ、じゃあうちが髪の毛乾かすから、乾かし終わったら出るっていうのを約束するのはどう？まあ、50分ぐらい乾かしといたら。ちょっと今な、もう一回何時か教えて。8時半だから9時にお店予約しよう。もう、てかどこで食べに行くの？もうお店は決まった。30分後に出るでどう？30分後ならいいよ。いい？言ったね。じゃ今すぐお店予約するよ、うちは。だってエナピがお腹空いて暴れ出したんじゃん。言っとくけど、だってめっちゃお腹空いてるわけじゃないよ。ただ沖縄料理を食べないと気が済まない。じゃあそれは分かるんやけどさ、まずさ、じゃあね、最初に寝たこと謝ったのかな。ごめんなさい。でもさ、うち最近思うのがね、うちらが怖いのが、これ別にカメラが回っとるとかじゃなくて、普段からこれやん。え、本当になんかそれが今怖いなって思っちゃった、ふと。この自分が今カメラ持ってることが不思議だった。でもいつもこうやって手からシャーってこう、みんなに幻覚を見せる魔法をかけてるから、リアルじゃないよね。とかどう？ちょっともう言えてるよ。めっちゃ、それ本当に分かんなかった今。っていうことをブツブツ言ってた。みんなどんどん眠くなって、このままご飯行けずに、みんなでウーバーイーツして、ハロウィンホラーナイト開催中。ワオ、ユニバーサルスタジオジャパンの最後の CM のやつ。ワオ、世界最高お届け。なんでそこまで覚えてんの？ No limit。 ユニバー大好き。わかる。ピーマン、ユニバーのイメージ。エナピはディズニーのイメージ。マジで、うん、嬉しい。なに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 。なんかピーってなったよね。わかる、怖かった。ちょっとリードつけられてる、もしかして。いやいや、こっちの、こっちからのさ、こっちからのね、アングルの方がね、ひどいから、なんか自分映さずさ、もう恐怖体験、もうそれこそホラーナイト。いや、ホラーナイトすぎ、ホラーナイトすぎる。今そんなこと言えないからね。ちょっと待って、誰が一番ホラーナイトかって言ったの？ホラーナイトはなんか可愛い。急に可愛い。じゃあさ、誰が一番ホラーナイトか決めて、この今これか、もう決めよう。いやいや、どう見ても、いやどう見ても奥の人でしょ。ビジュアル系もういいじゃん、奥で。じゃあ、うん、だってお化けでさ、こんな肌が見たことないでしょ。え、でもリアルさ、ゲストゾンビとかでさ、1日くらい出してほしくない？じゃあ分かる、オーディションと思ってやってみて今これ。いや、では、うん、まず普通に寝てる時から感染します。よーい、スタート。あ、照明さん、暗めに。ありがとうございます。ゾンビの裏側。ありがとうございました。すぐ助け求めがち。ありがとうございました。ね、今さ、去年とかもさ、ガチで花お化け屋敷プロデュースしたやつ。プロデュース確かに。え、違う、みんなでさ、脱出ゲームだよ。違うよ、みんなでビラ泊まった時もさ、なんかお化け屋敷開催してさ、ね、うちめっちゃ指導されたもん。エナピーの顔を動かすの苦手だと思う、初心者だから。音とか鳴らしてもらうフライパン、ボールとソフル、なんかお玉のやつ渡されて。本当にやりたい。もう誰かあのお化け役やらせてくれる方いましたらお願いします。ね、ほら、またチャンネル主さん興味なくなってるよね。話に参加できそう。話、え、でもさ、ちょ、あのなんか例えばさ、飲食店とかでさ、普通の飲食店とかでさ、めっちゃ真っ暗の中、暗闇レストランとかで、うちらがさ、え、そういうのあるよね。お化け役したら面白くない？そういうレストランもあるよ、ね、でもうちお化け役したら本当にちょっとマジであのトラウマレベルで脅かしちゃうから。そういうブランディングじゃん、前から。そういうブランディングじゃん。違う。悪いけど誰も得しないことが起きてる。見てる方も損しかない。大赤字、大赤字売り。大赤字ペア売り。待って、これどういう形。これ重なってるだけだけど。大赤字チャンネル、バイバイ。じゃあストップお願いします。ストップ。3人で見てもらって覚えました。はい、見てください。ありがとうございます。一瞬です。めっちゃいい顔。スペードのエースです。違う。え、違います。ちょっともういい月なんじゃないの。ちょっと待って、おかしい。これもう使えないんで
スペードのエースが豪快ナラスト貼ってきます、ランダム5でした違うまま一瞬です5を破いたスペードのエースの上で振ります一瞬ですから、見た気にしないですダイヤの方を振ると入れ替わってこれがもしかしてありがとうございますすごいというわけでご飯に来てまーすマジックからスタートしましたけど、はい、いただきまーすいただきますちなみにシークワーサーサワー飲んでますさあ普段さ東京でマジ飲まないからさ旅行来たらめっちゃ飲んじゃう確かにご飯中東京だったら飲んでないもん絶対飲まないじゃあ飲まないねでも旅行でも別にあんま飲まないからでもなんか昨日えなことかは酒を飲むっていうよりかは酒に飲まれてたイメージがすごいあってダサいじゃんあんたがやろ私飲まれてましたね、うん、いいえこの人はもうほぼ寝てましたから村戸田に寝るなら寝ろって怒られたからですお前飲むなら飲む寝るなら寝るって言われたかっこよすぎる表現うまいまっかすよ大丈夫大丈夫マリンスポーツやりたくなってきたえ夜もあるんですかなんかあったよ夜の海亀青体験えめっちゃ会いたいなんかみんなの人と結婚したいわかるねこんなにもあったかい人っているんだって感じじゃない、うん、みんな沖縄に別荘欲しい最高めっちゃ良くないいくら振るんだろうねマジでみんなで別荘借りない建てるってこと借りる全然ありね普通に貸し出しもありじゃないでちょっと楽しそうなお客さんだったりは勝手に参加させてもらう何参加するんだよダメダメじゃないそんなのありなのオーナーとして嫌かな嫌な人もいると思うよこんな大釜3人が来たらえらく公式でお釜なのこのメンツの時は私もお釜よこのメンツでもあんたはお釜よじゃあやっぱ男っぽい人好きかもお前さここついてから恋愛の知識してないけど大丈夫前まではジェンダーベースな方が好きとか思ってたけどなんか沖縄の人でタイプじゃない人がいないっていうぐらいそれってなんだろうって考えたら男っぽかったら顔とか関係なくていいかも意外とそっちなんじゃないかも、うん、意外と界隈じゃないワイルド界隈がいいんじゃないだってうちパパとかもそうなの値もよくってついひげとかあるし意外と最終的にそういうさ自分のお父さんと同じのに楽しんでするからさあごめんなさいつけへんだけどさ落ちてて気づかないことあるハンカチみたいな感じで拾われたけど絶対気づくよね携帯って落としたら携帯に対してマジでヤバくて意識がなさすぎて本当によくどっか置いて帰っちゃう韓国のタクシーでも置いてくるしホント危ないこんなに仲いいのにスマホ仲いいじゃないなんていうのニコイチなのにいや言い直しても意味わかんないけど気づいたらいなくなってるってそういう儚さみたいなのいいよねとりあえず顔赤いそうでしょ日焼けだよ日焼け酔ってないよまだこれ飲んでから赤くなってる酔ってるやんピーチコークでピーチコークってさもう名前からして絶対弱いやん飲み会にいたら怖い女って感じめっちゃ飲めるのにピーチコークとか頼んじゃうゲートしてみたいな本当風評被害飲めないんだから本当にエアピーって飲めない割にはめっちゃ仕切りたがるよね仕切りたがるんじゃなくて飲ませたいの人にでも一番理不尽なのがもう一番っていうか世界一理不尽なのがじゃあ私が刺したい人が飲めあれはマジあれ意味わかんないあれは本当に終わり自分にでうちがそれを言ってペナップさせたらマジで飲まないよこいつ今日から総理大臣やれよって言われてるのと一緒だよ違う違うあれあの仕組みは本当にうちはみんなと同じペースで飲んだら本当に死んじゃうのが早いからみんなもううちに追いついてって意味でやってるだけなの素敵なあれはだから全然お酒の酔いとかうちと違う人を指してるから毎回ちゃんと数ヶ月理論で言ったらお前が合わせろやんそれはそう怖いねね怖いお酒でも怖い、うん、やっぱうちは酒んちゅだ酒んちゅ最悪何でもそれにすればいいと思ってるミンチュシマンチュ初見チュでーすえ、おいしいカリカリありがとね、カマンチュ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 リーミンチュリーセンチュイチュエンチュイワーケイン小杉さんかっこいいよねもうどこでも話し込んでくやんうん、初めて見たこれでしょそう何の嘘やねんすぐ認めるし恋人とさデートとか行ったらさ普通に元々の恋人と行ったことあっても初めてって言うは言わない言わない手前元カレーと行ったことあるんだよねって言うは何も言わないうち結構言っちゃうそこまで仲良くなってた今のことそこ元カレーと行ったから嫌だって言っちゃうかも、ね、初めてって失礼します手羽先で行けると思うので私はありがとうございます優しいありがとうございますねえちょっとねえ何お前さっ酔ってるめっちゃ顔真っ赤だもんやばいよ、ね
ね、一杯だよ。マジでボケるならボケる、暴れるなら暴れるにしてくれ。ボケたら自分ので笑っちゃって、ちょっと時計揺らしちゃったっていう。しかもそのうち他あったり全然笑ってねえ。そうだよ、泣いちゃう。てか今日、うちの好きな曲ばっか流れる。今日っていうか、俺が初めて来ただろう。全然めっちゃ調子いいから流れる。てか音楽で使えないから著作権でご飯食べていきます。なんか今からトーク始まりそうだったね。初めてがどうとかいるの誰も興味ない。バイバーイ。バイバーイ。次の日になってます。お前のせいやだ。次の日になってます。昨日はあの後ご飯食べた後カラオケにねちょっと1時間だけ歌いに行ってホテル帰ってエンディング撮ろうと思ったんですけど、もう疲れすぎて私が動けなすぎて爆睡してました。一人だけ爆睡、うん、なんたら5時まで爆語りでしょ。そう、だからもう抜けがけすぎ。さすがに。あ、ほんと逆にね。だから今日取り戻しな。分かった。多分全部ね、や楽しませてくれるんだろうね、今日一日。そうそうそう、今日任せて。ほぼ寝不足うちら。うん、それはそう。よくさ、あんな昨日さマリンスポーツやった後さ、ね、起きれてたよね。なんか一回仮眠したら10分ぐらい覚醒しちゃった。うん、だってご飯食べてたよね。しかも怖いのが全員なんで寝たかって、うん、ネットフリックスで強豪犯罪者のなんか刑務所のドキュメンタリー見てたの3人で。したら一人一人離脱してって最終うちだけ目の前で、うん、あの寝ながら見てた。でもうちも結構見ててあれ。普通にさ沖縄に来てさ最後の夜っていうのにさ何見てんのって思いながらうちはさ見てて。刑務所ドキュメンタリーラブ。なんで今なんだよって思ったけど。というわけで沖縄 Vlog 終了です。今日はちょっとご飯だけ行って飛行機に乗って帰ります。はい。ちょっと曇りっていうか雨降ってきて心配だけど。確かに。ゴーアが話してくれると思います。任せてね。はい。というわけで今年最後の夏でした。悲しい。バイバイ。次回はホラーナイト。